はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。卒業シーズンっていう理由付けはちょっと無理やりかもしれないんですが、今週はいい先生っていうのをねちょっとトピックにしたくって、ただタイトルはきっと忘れられる先生みたいな形になってるかと思うんですが、少しね自分にとってのいい先生についてこう考えがいろいろ変わってきたところを話していけたらなと思っています。でまず忘れられる先生っていうところで話さなきゃいけないんですけど、これはもう遡ること17年ぐらい前かな。自分が大学生の時ですね、私東京学芸大学っていうところの、教育学部で先生を目指して学んでたんですよ。で学大はクラスメートほとんどねが先生を目指してるみたいなところで、科目ごとの勉強ももちろんあるし、なんか教育理論とか概論とか教育論みたいのもたくさん学ぶんですよ、授業であってね。で大学の授業ってそれぞれの授業にさ教科書とか、本とかが指定されるので、その本をさ生協とかで買いに行って、高いんだわこれがまたねでそれを買って持ってって授業を受けるんだけど、ある教育論の授業で俺ちょっと大学の時あんま真面目じゃなかったからさ、そんなにちゃんと受けてなくて、すごい曖昧な記憶とあんまりこうまとめきれない力になっちゃうからちょっとずれてるかもしれないんだけど、あるその結構ねベテランの女性の先生が書いた著書本の中にね、そういい先生っていうのは忘れられる先生だっていう、ね、なんかあったので、なんか簡単にまとめると、こう子供たちのためにインパクトがある、なんか支えましたとかさそういったものじゃなくて、子供たちが気づかないようなさりげない支え方を常にしていくことで子供たちが育っていく、自主的自主性が伸びていくから、だから結果的に子供たちには気づかれてないから、その思い出すようなエピソードはなくていいんだみたいな感じだったのね、ざっくり言うと。で確かに自主性を伸ばすっていうところに関しては、あそれもそうなのかもなみたいな感じはしてたんだよ。でそっからしばらくはそっかそっかって、忘れられる先生がいい先生なんだなって思って生きてきたんです。でもやっぱり自分は教師になんなかったから、その営業マンやって、その後塾講師やって、で独立して今 YouTube やってるじゃないですか。でやっぱり営業マンやった後の塾講師になった時に最初はそう思ってたの、でもやっぱ違うなって思って、違うなというか嫌だなって思ったんだよね。最初は自分なんて忘れられていいんだよって今でもちょっと思う面はあるの。なんかねバランスは大事だと思ってて、そう思う面もあるんだけど、でもなんかふとした時に思い出してくれたらいいなって、常にさもう恩師ですとかっていうのは全然いいの、そんなねそんなところに行けるとは思ってない。ただ何かのきっかけ、例えば YouTube でもそうなんだけど、 YouTube でハイチってやつがいたら、とある男が授業をしてみたって、なんかさその YouTube の勉強チャンネルあったな、使ってたなって思い出してくれた時に、きっとそのみんながさ大学とかさ成人して社会人になっていつかね、お父さんお母さんになることもあるだろうけど、思い出した時にそこにはさ YouTube で勉強頑張ったっていうところが多分リンクするはずじゃん、俺のチャンネル見てくれてるってことは。だからそのみんなが努力したっていうことを思い出すきっかけになるんだったらいいなって思ってて、そのためになんか一緒にねおまけでもいいからさ、なんかハイチって名前全然忘れてもらって構わないんだけど、 YouTube で勉強を教えてる人がいたなって、なんか思い出してくれたらいいなっていうのが今の俺の立ち位置って、位置なのね、俺の考え方としては。でなんで変わってったかっていうと、その分からないところで支えるっていうのはもちろん大事なんだけど、でも中学生、特にうちの塾中学生多かったから、その自分の生徒さ結構やっぱ本当もうなんだろう、多感な時期っていうモデルケースのような子が結構多かったのよ。例えば学校でやっぱ問題行動を起こしちゃったりとか、親御さんとうまくいってなかったりとかする子が多かったのね、結構反抗的な態度を取っちゃうとか。でもあいつらと話をしてて、俺本当にみんなのこともさ YouTube で使ってくれてるみんなのことも好きって言うけど、いや本当好きなのよ、なんか嘘偽りなく本当好きなので、塾講師やってる時も本当好きで俺の生徒、自分の生徒のことが、だから好きなものは好きって言ってたし、別にそれが同性だろうと異性だろうと、いやもちろんラブじゃないよ、ライクだけどね。そうでもさ好きなんだよっていう気持ちとか、支えたいっていう気持ちとか、支えたいっていう気持ち、好きっていう気持ちがあるから、それを言動で表す、こういう発言で支えたりとか、行動、実際に行動を起こすとか、だって苦じゃないもんそんな。でもそれってなんか日本気質っていうのかな、言わなくても分かるよねってあるじゃないですか。自分昔そのタイプだった
ったんです。でも今やっぱ違うと思ってて、言わなきゃわからないことってあると思うんですよ。実際行動にしなきゃわからないことってあると思うんですよね。で実際それを分かりやすい形で見せるっていうのは、なんかそれはお手本になると思ってて、それを実際中高生が言動を見て感じて、そうやって支えてもらったっていう経験があるからこそ、誰かを支えることができるようになる、なんかお手本としてね、真似をしてくれるんじゃないかなって俺は思うんです。だから、なんかもしかしたらね、その著者の方の解釈と俺は間違ってるのかもしれないんだけど、そもそもねスタートがずれちゃったかもしれないけど、でもこれからも YouTube っていう形になっちゃうけど、よく毎週月曜日にいろいろ喋ってるでしょ俺。であれはさ、もうただただ本心でずっと喋ってるのよ。別に俺何かの専門家じゃないし、あのね、こう詳しく自分がめちゃくちゃ勉強できてたタイプでもないからさ、そう何もなんか応援することとかしかできないけど、でも YouTube っていうその場所を通して、正直みんなもさ会ったこともない見ず知らずの37歳のおっちゃんなわけじゃん正直。でもあ、この人本気なんだなっていうのは感じてもらえてると思ってて、だって本気だもん。まあ本気って感じてもらえるような、あのちゃんとそういう言動喋ったりとか、そういうの見せ方も一応考えてはいるけどさ、でもそういうの大事なんだと思うんだよね。それが巡り巡ってさ、あのみんなが支えてもらったものを次に誰かにこう支えるっていう、数珠つなぎじゃないけどさ、受け取ったものを誰かに送る、でそれを受け取った人がまた誰かに送るっていう、なんかいい連鎖が起こったらいいなって思ってる。だからそういう、でそれができるのが俺はいい先生なんてさ、答え一つに絶対決まんないんだけど、でも一つのいい先生の俺の中の答えなんだよね。子供たちにその言動でちゃんと見せる、それは支えるとかで、ね、プラスのこともそうだし、叱るもそうね、叱咤激励の全部含めてね、あのいいことばっかじゃないから、言う言葉って絶対言わなきゃいけないことはあるし、俺が動画とかでさ本当に落ちるぞとかさ、本当にダメになるぞそのまま言ったらみたいなあるじゃんか、そういうのも必要だと思うから、だからそういったことがちゃんとできる、ちゃんと伝えることができる人が、いい先生の一個の答えなのかなって俺は思ってる。だからあの途中にもね話したけど、こうみんながいつかふと振り返った時、いつかさ、多分俺のチャンネルのこの形ってこのまま変わらないし、これからさ社会人の方向けにとかも、そんななんか就活のこととか結構、まあ一般企業で働いてたから、そこのことを話してくださいって結構言われるからさ、そういったコンテンツは多分ちょっとずつ出てくるはするけど、でも学生メインは変わらないからさ、だからいつかこのチャンネルからはみんな旅立っていくと思うのね。でそれでいいと思ってるし、でもいつか振り返った時にこうプラスの思い出で、として思い出してくれるような時間になったらいいなっていうのはすごく思ってる。だからそういう思いを持ってこれからもね、まあ、ダラダラジオもそうだし、喋る動画とかで授業動画もね、今度小学校3年生の算数をまた取り直しのねシリーズが始まるので、それとかも頑張っていこうって思ってるからさ、だからこれからもぜひね、一緒に歩んでてください。よろしくお願いします。ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは今週1週間が皆さんにとって良き日になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。